はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパさんの方にね、お邪魔させていただいてました。これからですね、チェックアウト手続きを行って強羅駅の方にね、シャトルバスの方で向かっていきます。その後にですね、ホテルインディゴ箱根強羅さんのシャトルバスに乗って、本日はですね、ホテルインディゴ箱根強羅さんの方に向かっていきたいと思います。いやー、ここもね、本当月のあるホテルで良かったですね。もう景色も非常に綺麗です。こちらの動画ね、まだご覧になってない方は上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで早速向かってまいります。行きます。はい、ということですね、こちらのシャトルバスステーションの方にね、今降ろしていただきました。これからですね、ホテルインディゴ箱根強羅さんのシャトルバスをね、待ちたいと思います。電車乗りたい。電車は明日だよね。電車乗りたい。はい、ホテルインディゴ箱根強羅さんの車がね、やってまいりました。はい、ではね、これから車で向かっていきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。では、はい、結構ににぎわっていますので、ウェルカムドリンクということでですね、オレンジジュースとかほうじ茶、コーヒーとね、いただいていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、サクッとチェックイン手続きが完了いたしましたので、これからね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は329号室のリバービューのね、ツインルームという感じになっております。はい、いや、久しぶりにね、来ましたけど、今日ね、結構にぎわってるみたいですね。平日にもかかわらずという感じですね。はい、なんか久しぶりですけど、やっぱりなんか落ち着く感じはありますね。レイ君、お部屋わかるの？はい。で、本日はこちらのね、方からエレベーターに乗っていきます。うん、おいしい。本日はね、3階のお部屋にアサインいただいております。はい、3階に到着いたしました。本日はね、329というお部屋となってます。こっちの方ですね。はい、ということで本日はね、こちらの329号室となっております。ではね、早速お部屋の方に入っていきたいと思います。はい、ちゃんとすごいね。どうしたの、レイ君？はい、まあこんな感じのね、お部屋となっております。レイ君は早速靴脱いで早いですね。はい、まあやっぱりね、カジュアルで非常にね、おしゃれなお部屋となっておりますね。で、温泉がね、こういう感じで、本日はリバービューですね。はい。まあ、ポイント宿泊なんでね、通常は、マウンテンビューの方なんですけれども、まあ、一つアップグレードいただいて、まあ、リバービューのね、お部屋というところにご案内をいただいております。ね、気持ちいいね、外。はい。ということで、まあ、簡単にね、お部屋のご案内していきたいなと思います。まずお部屋ですが、エレベーターホール出てですね、はい、こちらの左手奥の方に進んで329号室という感じです。で、入っていただいて右手にエアコン、そしてね、照明等のコントローラーがあって、ここがお手洗いですね。はい、電気つけて、まあ、壁紙とかも非常におしゃれですね、ウォシュレット。そして洗面なんかもね、ついてますし、このタイルなんかもね、可愛いですね。
まあ、こんな感じのお手洗いとなっております。はい。そして、右手なんですけど、入ってね、左手の方にはこういった姿見の鏡があって、この裏にはね、アイロン台がございます。うまくね、スペースを利用されております。で、はい、こちらにですね、これが館内でね、利用していただくことができる、まあ荷物をね、お風呂入る時とかに使うやつ。はい、そして、こういった羽織るものとかね、荷物を置く台だったりとか、これが館内のね、サンダル、そして室内のスリッパ、そしてシューブラシ、靴べらなどがございますという感じですね。このね、荷物置く台なんかもね、非常に可愛いですね。で、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございます。はい。で、浴衣です。はい。緑と赤という感じですね。で、下にアイロンと、このランドリーバッグがございます。はい。で、こちらはですね、コネクティングしていただくことがね、できるようになっております。で、本日はね、ツインとなっておりまして、はい、こんな感じのね、ベッド。まあ、このクッションがね、可愛いですね、やっぱりね。レイ君に奪われました。で、ボーズのワイヤレススピーカーと、こちらにコンセントと USB-A が2箇所。あとね、こういったブラインドのコントローラーだったりとか、照明のコントローラー。そしてこちらにもコンセントと USB-A が2箇所。そして電話機と時計ですね。はい。で、こちらに常備灯がございます。まあ、この壁紙とかね、非常にやっぱりね、可愛いですね。上の方にはね、エアコンの、はい、吹き出し口などがございます。はい。もう、レイ君の特等席が着々と作られております。私、ここでライブやりたいんですけど。はい、拒否されました。で、まあ、こんな感じでですね、はい。ウェルカムメッセージをいただいてます。お誕生日おめでとうございます。ということでいただいてます。そして、おやつですね。はい、フルーツじゃなかったね。やっぱお菓子ですね。はい。はい。もう、レイ君の方には、クッションの丸太ね、落とされてますね。はい。で、こちらテレビですね。ソニー製のテレビ。どうですかね ?60 インチぐらい。55とかありそうですかね。で、ミニバーのコーナーですね。はい。もうね、皆さんご存知かもしれません。バーってね、書いてあるとこです。ネスプレッソマシーンがこのようにありまして、こちらが、急須ですね。結構ね、ずっしり急須。そして湯飲み茶碗ですね。青と緑で可愛いですね。そしてお水が瓶となってます。で、ティッシュもね、こんな、地元のね、細工になってますね。はい。禁煙ですよ、っていう感じですね。で、サイドの方にはゴミ箱とですね、こういったテレビのね、リモコンなどが置いていただく形の袋となってます。で、こちらがね、冷蔵庫ですね。まあ、優勝にはなりますけど、まあ、こんな感じで、結構ね、量もございますね。はい。そしてこちらに栓抜きだったりとか、スプーンとか、ネスプレッソマシンのポーションが4種類、4個ございます。そして右手の方に、はい、紅茶、TWG の紅茶ですね。はい。普通の紅茶と、緑茶と、カモミールという感じです。で、足柄のね、お茶ですね。地元のお茶。がございます。はい。ここら辺もね、ほんと可愛いですね。そしてグラスと、はい、このようにマグカップがね、ございます。これも赤と緑という感じになっております。で、おやつ。これがミニバーのね、メニュー表でございます。で、この下には電気ケトル等がございます。はい。で、ここね、レイ君が開け閉めしてましたけど、障子でね、はい。間仕切りしていただくことができます。で、これ破かないようにね。はい。で、ここね、スイッチで電気をつけていただいて、まあ、こんな感じですね。はい。で、この自動でですね、はい、こういうふうに閉めていただいたりね、していただくことも当然できます。開けていただくこともできます。スイートだとですね、あちらのね、このご座みたいなのも自動で閉まりますけど、それ以外のお部屋は基本的に手でね、手動で開け閉めしていただく形になります。はい。で、ハンドソープだったりとか、石鹸がね、このようにございまして。で、歯ブラシとかね、はい。アメニティ類はこの桶にね、入っているという感じです。可愛いんですよね。この歯ブラシはね、インターコンチネンタル大阪さんとか、インターコンチ別府さんとかと同じようなものが使われております。はい。
で、足元の方には、ポイ箱と、体重計があって、タオルと、はい、ございます。そして、ヘアドライヤーということで、ちょっとね、開けてみましょう。はい、ドライヤーにつきましては、モッツヘア製のね、ドライヤーとなってます。はい、黒光りした感じのね、ドライヤーですね。はい。そして、こちらがね、シャワーブースとなっております。はい。まあ、こんな感じで、レインシャワーも上にありますし、シャワーですね。そして、椅子も置いてございます。はい。そして、アメニティ類でございます。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュという感じですね。はい。で、こちらがね、温泉ですよ。はい。まあ、こんな感じで、かけ流しでですね、出していただくことができます。はい。めちゃめちゃね、いい感じですね。はい。まあ、こんな感じ。で、ここをね、目隠ししたい場合は、これを外してですね、開け閉めしていただくという感じになります。まあ、本日はね、こういったお部屋に、一泊させていただくという感じでございます。いかがでしょうか。まあ、久しぶりのね、ホテルインディゴ箱根強羅さんでございます。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、Wi-Fi 速度出ました。ダウンロード下りが 107.10Mbps、アップロード上りが 119.04Mbps となってまして、こんな早かったかなっていう感じですけど、これだったらね、ライブは安定するんじゃないかなと思います。最高です。はい、ということでですね、こちらホテルインディゴ箱根、強羅さんの方に久しぶりにですね、お邪魔させていただいております。こっちから。はい、いいですね。はい。で、こちらですね、まあ一応ね、誕生日月ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。で、こういったウェルカム、ウェルカムおやつね、いただいております。まあ、久しぶりに来ましてですね、まあ結構ね、変な話、スイートとか、コーナールームとかね、宿泊したことあるんですけど、多分ね、このスタンダードのお部屋、1回泊まったか、2回目かぐらいなんですけど、まあ、基本的なね、作りは一緒なので、非常にね、落ち着くいい感じでございます。まあ今日はね、まあとりあえずもう部屋、コンビニちょっと行ってですね、飲み物とか買って、夜ご飯お寿司屋さん行くか、ここのレストランで食べるかね、非常に悩んでいるとこなんですけど、とりあえず、ハヤトリジンシー、箱根さんの方で結構食べて、まだお腹いっぱいなので、ちょっと考えに及ばないという感じです。まあ、とりあえずちょっとゆっくりしてですね、館内のプールとかね、またレイ君と遊びに行こうかなというふうに思います。はい。ということでね、これからプールの方に向かっていきたいなというふうに思います。プール入って、そのままお部屋に戻ってきて、温泉の方にね、入っていきたいと思います。はい。こちらがですね、プールの手前にあるバスフィットネスですね。はい。まあ、相変わらずね、バイバイのジムですね。こんな感じです。まあ、このでっかいね、画面がまたすごいですね。プールもね、こんな感じですからね。はい。じゃあね、プールの方に入っていきたいと思います。はい、すごいね、プールの方にやってきましたけど、今日はね、結構人が多いですね。はい、中入っていいですか。こっちにあった。うん、はい、どうぞ。はい、こんな感じでですね、画面上に花火も打ち上がったりね。はい、こんな感じです。ママはそっち座ってな。はい。ねえねえ。うわ、滑る。
はい、お部屋の方にね戻ってきました。これからですねお部屋の温泉入っていきたいと思います。お湯だけね入れて出てきたんですけどめっちゃ熱い。今水で程よくしてます。はい、こんな感じで入ってきましたけど、はい、今ねお部屋の方に戻ってまいりまして、温泉入ってですね、まあ、ゆっくりしてたレイクもこの通りね寝てしまいましたので、まあ今日はね夕飯もレストランと行かずでですね、もうこのままゆっくりしようかなというふうに思います。まあこれからね22時半またこちらからライブをお届けする予定ですので、そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらねご参照いただければなというふうに思います。ということでまた明日の朝ねお会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。ぐっすりね眠ることができました。まあやっぱりなんか落ち着きますね。昨日ねあのライブを終了後にですね、まあ、レイクをねベッドに移動させようと思ったら机の上にねコーラこぼしちゃって機材がねもう本当大変でした。もう全部ねふきふきしながらっていう感じだったんですけど、まあとりあえずなんか大丈夫そうなのでよかったかなと思います。今ねもう朝から温泉入ってですね、これからあの朝食会場の方に行って、レイクをまたプールでね遊ばせて、また出発前に温泉に入ってからチェックアウトしようかなというふうに思いますので、まあ、まずはね、これから朝食会場に向かっていきたいと思います。まあ、朝食につきましてはね、こちらホテルインディゴさん、まあ、朝食だけに限らずですけど、浴衣につきましては基本的にはお部屋からですね、まあ、スパ、あのプールの方にね、向かうときのみまあ利用ができてですね、まあ、朝食会場だったりとかっていうのは基本的に浴衣はね、NG となってますので、まあ、そこはね、ちょっとご注意いただきたいなと思います。まあ、今までね、富士スピードウェイホテルさんだったりとか、ハイアットリージェンシー箱根さんでね、浴衣だったり館内着とかで、まあ、朝食もね行けたっていうのもありますけど、やっぱホテルによってあのルール異なりますので、そこはね皆さんチェックして、ルールにのっとってですね過ごしていただければなと思います。ということで、まあ、これからね朝食会場に向かっていきます。はい、とりあえずね今席の方にご案内していただきましたけど、まあ、今日ね平日ですけど、まあね結構あのお客様いらっしゃる感じですね。でビュッフェ台もね今までの置いてたよりちょっと広くね、展開してビュッフェ台を置かれてましたので、まあ、とりあえずこれからですねちょっと料理取っていきたいと思います。はい、レイ君は富士スピードウェイホテル行ってからずっとレースの真似してますね。こちらの、ね、お好みの具材をご自身で、ね、こちらの卵の、ね、殻に入れていただいて焼いていただくスタイルとなっています。可愛いですね。はい、とりあえずねレイ君がね食べれそうなものを持ってきましたけど、今日はねカリカリベーコンなかったね。はい、リンゴジュースです。妻が、ね、持ってきたやつだとなんかこんな感じの器に入ってて、サラダもめちゃめちゃおしゃれな感じですね。はい、私はこうはならないかな。はい、今朝は、ね、とりあえずこんな感じで持ってきました。珍しくね白米ご飯なしでございます。はい、まあ、結構ねこういったあのおでんがあったりとかですね、はい、あの焼き野菜があったりとか、エッグメニューに行くと、まあ、ちょっとねオムレツは取ってきてないですけど、ご自身で卵の中にね焼いていただく具を入れていただいて、まあ、焼いてもらうスタイルだったりとか、あとはこういった一つ一つにですねあの野菜のセットがね入ってるっていうのもいいですね。そしてパン、はい、パンケーキなんかもありましたけどね、これをねちょっといただいていきたいなと思います。いただきます。はい、とりあえずねいただいていきたいと思います。今日はね平日にもかかわらずめちゃめちゃね混んでますね。とりあえず
おでんでいただいていきます。うまうま、落ち着きますねやっぱりね。うん、だしの感じもいい。まあ結構ね今日は本当に人が何だろう、何があるんだろうっていうぐらい混んでるんですけど、でもまあ賑やかな感じでいいですね。うんうん、野菜とか全部新鮮で美味しい。とりあえずこちらね食べ進めてお部屋の方に戻って、まあレイ君をねあのプールの方に入れていきたいなと思います。はい、ということでレイ君とプールの方にねやってまいりました。はい、貸し切りですね、誰もいません。はい、こんな感じですね。はい、ということでレイ君とねちょっと遊んでいきたいなっていうふうに思います。ということでですね、今お部屋の方に戻って温泉上がってですね、今ねチェックアウトの準備をね進めてるという状態でございます。まあ久しぶりにねこちらホテルインディゴ箱根強羅さんお邪魔させていただきましたけど、やっぱりね非常に落ち着いていいですね。部屋もね一般的なお部屋でも本当に十分なんだろうな落ち着く感じで、皆さんにすごくねお勧めさせていただきたいなと思いますので、ぜひね機会があれば宿泊ぜひねしてみていただいて、ゆっくり過ごされてみてはいかがかなと思います。でまあ今ね IHG の方だと別にステータス保有してなくてもですね、まあメンバーの方でもですね、メンバーになってれば一応空き次第の状況にもよりますけど、14時までのレイトチェックアウトはね可能でございます。ただ小田原行きまでのねバスにつきましては11時半とスレから飛んでですね14時半となりますので、14時レートチェックアウトをした後ちょっと30分ぐらいね下で時間を潰して出発時間までね待たないといけないとか、まあそんなような感じはありますけど、まあでもねやっぱり長くお部屋に入れた方がいいんじゃないかなと個人的には思いますので、まあとりあえずメンバーの方はですねレートチェックアウト可能かどうかっていうのはねぜひ聞いてみていただきたいなというふうに思います。もうね本当に今回はレイ君もそうですけどかなり温泉三昧という感じでした。最高でした。はい、私もねまだあと1時間半ぐらいありますけど、ゆっくり過ごさせていただいて、できればレイ君寝かしてですね、14時にチェックアウトして14時半のバスで小田原の方に向かって、小田原からですねヒルトン小田原さんのバスでできればね間に合えば乗り込みたいなっていうふうに考えております。次はねヒルトン小田原さんの方から、レビューをねさせていただければと思います。ということで今回のねホテルインディゴ箱根強羅さんの動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったねホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等発信させていただいております。まだねチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。